本日は9月の17日ですね。この動画をアップするのは、全国フィジーク50歳代の部が終わった20日にアップしようと思うんでですね、まあ、全国大会に出場させていただいてありがとうございました。次がですね、実はまた申し込んでしまってるんですよ。もうやめようかなと思ったんですけども、勢いですね、まあ、自分のメンバーさんもできる出るっていうから、ついでに10月3日の大会ですね、これ福岡であるんで、まあ、JB じゃないんですけどちょっと出ますね。これで、今日が6回出たから、まあ、まあ7回、まあ、ダブルエントリーとかしてますから8回9回ぐらいになるかなって感じですけどね、まあ、あと3週間あるんで、今回はちょっと調整しようかなと思って頑張ろうかなと思うんですけどね、まあ、大会出るためにも仕事を一生懸命やらなきゃいけないっていうか、まあ、効率よくやらなきゃいけないかなと思いますね。私今回20キロぐらいダイエットしたんですけども、断捨離だと思うんですね。もう無駄なものっていうのは無駄な食欲ですよね。必要以上の食欲っていうのはもう断捨離しなきゃいけないですね。それと脂肪も断捨離ですね。それと仕事で無駄なことも断捨離していかなきゃいけない。捨て去らないといけないですね。捨てないことには入ってこないからですね。まあ、トレーニングも、まあ、効かせるトレーニング的に言えば重量とか回数とかにこだわらずに効かせることに焦点を当てるっていうのも、まあ、断捨離の一種なんですけどもね。まあ、体ももうちょっと良くするためにはやっぱり無駄なものを排除していって、まあ、自分にとって大切なものを明確にして、そこに焦点を当てて頑張っていくっていう感じですね。まあ、それが大会から学べたことですかね。まあ、あと3週間次の大会までありますんで、断捨離でちょっと頑張ってみたいと思います。この YouTube っていうのは無駄だといえば無駄だと思うんですけど、まあ、ジム経営とか器具販売の戦略的にもこの YouTube は必要だと信じてですね、この登録者が1万人集まってたら3店舗目作るっていうのも結構面白いと思うんですけどね。それで大失敗したりするとまたね、これが盛り上がると思うんですけども、まあ、しかし事務系っていうのは大失敗は少ないですね。何人かは来ますからですね、ある程度やっていけるかなって感じですね。まあ、大成功するかどうかがちょっと問題なところなんですけどもね、やっぱりビジネスでやるんだったらある程度収益がないとこれは意味がないからですね、そこら辺のバランスですね。まあ、しかし本当ジムっていうのは本当大失敗が少ないビジネスだと思いますね。まあ、LB ジムの器具を買ってジムをオープンされる方もたくさんいらっしゃいますからですね、まあ、皆さんうまくやられてますけれどもですね、まあ、私もちょっとその辺も頑張っていきたいと思います。まあ、それよりも自分の体ですね、まだまだ良くなると思うんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。